皆さんこんにちは、森真由美です。何に受けたって、じゃあやるねって言ったら、スタッフ2人声を揃えて、はいはい、やります。晩酌、中村美津子さん。中村美津子さんの角字は、三髄じゃないんだよ。知ってる？戦慄、行人弁なんだよ。知ってる？間違える人多いかもしれないから言っとくけど。なんちゃってみんな知ってるかな？じゃあ行こう。三拍子だ。細い暮らしに明かりを灯し、心寄せ合う酒がある。はい、これで前半なんだけど、もうニコニコして歌いましょう。この歌もう仏頂面で歌っちゃダメですよね。ニコ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 で、今日もね、一日無事終わってよかったね。はい、どうぞ。あー、お前もね、いつも今日もね、頑張ってパート行ってくれてありがとう。そんな感じ、庶民のささやかな幸せです。この細い暮らしっていうのに全てが現れてません？細い暮らし、なんか最近物価高でね、あ、油も高いし電気代も高いし、油って私も古いなね、そういうその細い暮らしで、もう 6文字、細い暮らしでさ、もういろんなこと想像できちゃうっていう、この言葉の力の強さ。ほんじゃさ、太い暮らしってどういう暮らしだろう。太い暮らし、いや、わかんないよね。太い暮らしって言われてもイメージわかんないけど、細い暮らしって言われるとイメージ湧いちゃうね。すごいな、言葉ってって思います。その辺は、細い暮らしはね、ふてぶてしく歌わないで、可愛く歌って、細いっていう感じで歌ってくださいね。あと、明かりを、明かりって明るくて、わあ、明かりだっていう感じがいいから、ここもニコニコっとして、それから、あとかの間に小さいつを挟んであげるとね、明かりをじゃなくて、明かりっていう風になって、より、なんかこう、温かみが増すかなと思います。明るさが増すかなと思いますので、やってみてください。細かいけどね。心寄せ合う、心寄せ合ったらあったかいっていう感じなので、ここも明かりの続きでポカポカ、お風呂上がり体ポカポカみたいな気持ちで歌いましょうね。酒がある、酒があるですけど、酒があるって一続き一筆書きで歌おうとしないで、酒があるね、酒がとあるに分けてあげるつもりで歌うと、非常に歌を聞く人に言葉の意味が届きやすくなります。酒があるって言うと、酒があるかと思います。酒があるとか、ジュースがあるとか、ビールがあるとか、違う、そんじゃないのよ。酒があるだから、酒があるね、切るつもり、ちょっと遅れたっていいっすよね。そういうふうに歌ってあげてね。今度はその晩酌の風景です。ついでつがれて、いたわりあって、いたわりあってっていうのは、今日もお疲れ様とか、いやいやお前こそとか、そういうことね。まあご夫婦なんだろうなって想像しますけども、そうじゃないパターンもあるかもしれないね。例えば、でもないか、夫婦以外ないか、暮らしを共にしてるんだもんね。あと、なんだろう、晩酌するこのシチュエーションで、やっぱ夫婦しかないのか、友達？友達ん家が、でもお金持ちだったら細くないし暮らしとか、同僚とかだったらある？でもちょっと違うな、やっぱり夫婦かなね、と思いますね。いたわりあってっていう時に、エアーです。いないけど、隣のに、ここに晩酌してる人がいるつもりで、ちょっとこう体向けてあげると、リアリティが増しますね。いいお芝居になりますから、やってみてくださいね。ちょっとこっぱずかしいかもしれないけどね、そういう小芝居を歌いながらやってくださいね。で、そこまで前半だね。いたわりあって、もうごめんなさい、前半もう終わってるね。ついでつがれて、いたわりあって、
見てあげた後、浮き世七坂越えてきた。ここは苦労を越えてきたっていう、えっへんっていう、なんていうの、自負みたいなのがあってもいいし、その苦労した年月を忍んでよくやったなみたいな気持ちで歌ってもいいし、あの歌の歌詞の解釈を歌う人がどう捉えるかで決めてあげたらいいのかなって思いますね。歌って本当に言葉と音の組み合わせなんですけど、それを材料を持ってどういう風にするかっていうのは、なんか本当お料理に似てて、例えば卵とアスパラもらいましたって言ったらそれをオムレツにする人もいるだろうしね、別々になんかこう中華風のアスパラ炒めで最後卵でとろりとかやる人もいるだろうし、まあ、カレーにしちゃう人もいるかもしれないしね、そこにゆで卵です。だからもう素材があるけど料理どうするかっていうのは歌う人に委ねられているので、そういう気持ちで歌うとまた楽しいじゃない。これもらったけどこれ何作ろうかしらみたいなね、まあお料理する人はそういう感じがわかると思いますけど、そんな風にね歌を取り扱ってみてください。今夜は飲もうかな、お前。やっぱりここもね、やっぱ夫婦ね、隣にいる人を気にして、その人にいないよ、透明人間なんだけど、あの語りかけるように歌ってあげるというのが、まあこれは絶対必要ですね。なあ、お前だから旦那さんだね、主人公ね。かわすのすの字は軽やかにしてください。で次のさかずき、きもあんまり頑張んなくていいです。口を横にする EKC 値には声が響きにくいからね。で頑張らないでって言ったのはね、例えばねかわすってさ、音がちょっとこう V の字になってんじゃん、下がって上がってみたいな。で坂月もさかずきってなってるじゃん。このふわって、下にメロディちょっと下がってから上に来てふわって抜けていく時の、あの尻尾をね重く歌っちゃうとすごく聞きにくいし無粋なんだよね。かわすさかずきってやるとすごくなんかいけてないって私は思うので、ふわっとかその代わり一番メロディの低いね、このかわすの中では一番低いわす、そこを沈めてあげる。次もさかず、ここはずーかな、ずーき、にこう自分の声の圧の波をね押して引いて押して引いてみたいにできたら気持ちよく歌えるよ。バーあー、ここポイントだね。あーが長い、もしくはあーがいくつある。バーあ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 ー、あーいっぱいある。バーうんってやると違うんです。つじつまは合うけどね。そこだからあーで長くいてください。バーンシャーク。いやバーンって言ったら私でも息継がないと次歌えないから、晩酌一息で歌おうとしないで歌ってくださいね。そんな感じ。まあそんなこんな細かいいろんなことやりながら何もしてません、ニコニコだけしてますっていう感じで歌えたらあなたも上級者です。ね、ほんわかした明るい気持ちをみんなに分けてあげるつもりで歌おうね。はい、じゃあまとめ通して歌ってみよう。1、2、3。細い暮らしに明かりを灯し、心寄せ合う酒がある。ついで継がれていたわりあって、浮き世七坂越えてきた。今夜は飲もうか。
なあお前交わす杯晩酌。はい、もう晩酌したくなっちゃうなーって聞いてる人が思ったら、あなたの歌い方は成功です。じゃあ美味しい晩酌してください。バイバーイ。天下の森。